国際式にかける歌舞伎ものうなぎさやかです。そして JTO 所属の葵です。はい、ディアナ所属の梅崎遥です。アイシルバー所属の真代ゆうきです。はい、JTO 所属の神楽美沙です。はい、というわけで、前回ねデビュー近いメンバーで私が圧倒的一番になって子分をつけるって言ってたんですけど、本当にマジで一人勝ちしてしまって、真代がね、はい、泣きのもう一回ということで、はい、何やる？じゃあ出そうなやつだったら風船、風船いきましょう。風船膨らませる対決。風船膨らませる対決ね。はい、じゃあ風船を15秒でどこまで膨らませれるか、一番大きい人が勝ちってことで。いいです。はい、いいですか。はい、はい、むしろこれ一番いいんでそうじゃない。いや、いきます、はい、はい、うわー、ちょっとこれドキドキする。10秒前だよ。はい、準備してください。はい、やばい、飲みの口、よーい、スタート。8 9 10 11 12 13 14 15終了。1位はどっちだろう。葵さんか梅崎さんか。ダーダーダー。あー、ということは1位は梅崎さん。やったやったやった、勝てると思ったのに。結構でかい。本当に嬉しかったのに。2位が神楽美さん、2位がカオルさん、3位がうなぎさん、4位がマシロさん、はい、葵さんまさかの一番だったのに。葵さんの一番だったのに。集計時に膨らませてないんでダメですね。うそー。こういうアイスあったよ。とりあえずアイス好きだった。絶対切るやつだ。集中するやつだ。待って、プロレスラーとしてこの結果イエイって本当に思ってる？いや、なんかさっき膨らませたんですけど、戻っちゃったんですよ。はい、でも、もう戻ったとかの次元じゃない。戻った、うん、そうですね。そしたら、ちょっとこれはプロレスたるもの、ちょっと小さすぎるので。いや、たるもの、小さすぎる、膨らんでないよね。あの、ちょっともう一回勝負しましょう。ジェンガ対決だー。どうだ、やれるか。いや、ついに言ってんだよ。お前がなんで。お前がなだよ。何、ジェンガやりたいの？はい。でもこれ1番とかないもんね。うん、崩したら負け。じゃあやる、ジェンガ。はい、やりましょう。え、これでも、はい、でもまだうな1位だからね。え、まだ1位ですか？まだ1位、だって9でしょ。13、さっき8でしょ、で5だから13で、10のな、何、13だ。3位、お一緒でしょ。ほら、こういうのもプロレスに出てるんですよね、うなぎさん。じゃあ、でもこれで、これで決着つくから。オッケー、よし、よし。おー、すごいね。いいね。おー、すごい順番だな。順番は真っ白からでしょ、もう。わかりました。よし、いきます。横から行くんですか。よいしょ。え、これってどっから取るものなんですか。これ両手、両手ダメにする。片手。え、あ、すげえ、みんな攻める。え、待って、わかんない。しかもそこに置くの、攻めるの。え、すげえ攻めるの。なんか全部何全部。ここで、真ん中取ったら女が捨てるぜ。あ、下から取るもんなの。いや、なんか真ん中から取ったら安全だよねっていう。あ、
あ、すごい。これ別にいいんだよね。片手いいよね。でもちゃんと開けてないかもこれ。え？怖い。あ、なんか重い。ここ大丈夫？重い。重いのやばい。おお。すごい。結構いってるね。あ、怖っ。攻めるな。どこがいいの？え、そっち側には絶対押せないっすよ。そっち側に押すのは無理。ここ、攻めるよいしょ。わかんない。そんな攻める、すごいな。入れてる。え、大丈夫これ。入れてるよ。あ、動いてるよ。うわー、怖い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 よ。やめてやめて。もう行くんですか、本当に。本当に？いや、ちょっと、うわ、やばいよ。やば。怖い。これ案外アワイが行くんじゃないの？安全圏、安全圏。どこが安全なの？え、マジ？なんでわかるの？みんなすごい。超すごいじゃん。手先がブルブルする。はい。すごい。怖っ。ちょっと怖い。ちょっと手汗すごっ。わかんない。無理か。あ、いけるわ。あ、すごい。待って、結構怖い。頭いいの。そうなんですよ、頭いいです。ちょっと待って、これはどうだ。やばいよ。全部ツンツンしてるじゃん。やばいね。あ、いけた。あ、おお。え、怖い。ちょっと待って。え、もうなくない？うい。え、待って、これガシャンした人何する？今更罰ゲームがあるんですか？ガッシャンした人、何がいいかな？続けるの。おぉ、むしろなんか上手。なんか、え、待って、度胸がすげえ。絶対木とお友達なんだね。木と何ですか？お友達なんだね。木とって誰？木あー、木と。あー、あー、あー、それでもいけるかな。木とお友達です。ちょちょ、分かってる？あ、いけるかも。嘘。
おお、すごいすごい。シャイ、イエーイ。みんな勝負強い、ね。置くのが一番緊張しちゃう。震えてる。そう、めちゃ震える。よっしゃ。シャイもこれ来たんじゃないの？でも、うなぎさんが言ってましたからね、コーラとかビリになるのとはわけが違うから、みんなでここまで、ここまで頑張ってきたんだからって。ほら、また上の方で、また上の方で手堅く勝ちに行こうとする、この人。いい、行け、いい、行け。あ、やばい、回ってくる、怖いわ。うわー、もう一周すんだ、これマジか。痛い。これやばいよ。あ、レスラーのガチジング。え、すごい。うわ、簡単にガチジング。ガチのジング。え、怖い。おお。おお。え、やばい。うわ、もう逆にここまで来ると絶対に負けたくないな。よいしょ。絶対に倒したくないな。ここまで来ると。あ、ダメだ。もう上が重すぎる。確かに下に。はい、はい、じゃあピコピコ対決。青コーナーどっち？青コーナーうなぎさやか対赤コーナー梅崎はるか。なんで赤？リーグ戦なんで？一ドイシの対決です。一ドイシ。はい、はい、よーい、スタート。うどん行きましょう。行くか。うどん食べたいでしょ、だって、ちょちょも。あ、うどん食べたいな、お腹空いたし、ね、すごい、すっごいタイミングだね、この真っ白タイミングが独特すぎる。掴めないわ。いや、ちょっと痛いし、ほんで。じゃあ、一旦うどん行くか。行こう。行きましょう。レッツゴー。よし。うどん。Yeah.